内臓を取り出していきたいと思いますので、ここの真ん中に入れてください。三重県尾鷲市では、子どもたちに地元の水産業を学んでもらおうと、毎年市内の各小学校で魚介類の料理教室を開いています。めっちゃヌルヌルしてる。めっちゃヌルヌルしてる。今日は尾鷲市立向井小学校の5、6年生の児童10人が参加し、地元で水揚げされた新鮮なアオリイカを使った料理に挑戦しました。生徒たちは尾鷲市水産課の職員たちからさばき方を教わりながら、1時間ほどかけてバター焼きを作り上げ、尾鷲の旬の味を楽しみました。説明が分かりやすかったもんで、簡単にできました。美味しかったです。美味しかった、はい、楽しかったですか。はい、尾鷲市は今後もこうした料理教室を続けていきたいと話しています。